フレデリカの説得によって縁故に囚われていたローゼル族は一斉に蜂起した。危うくハイサンド軍に包囲されかかったものの、ウォルフォート領より駆けつけたジェロ村の援護によって首都からの脱出に成功する。思いもよらぬローゼル族の決起と信徒の精神的支柱であった女神像の崩壊はハイサンドを大混乱に陥れた。フレデリカらはこの混乱に乗じて追っ手を振り切り、予定された最終決の地へと向かう。集合集合。エグスアム軍を撃退し、ウォルフォート領を守ったベネディクト隊。どこで集合するの？スバローグと手を結び、大金砲を手に入れたロラン隊。ローゼル族を放棄させ、女神教の偽りを暴き出したフレデリカ隊。三つに分かれた各隊はそれぞれ与えられた任務を果たし、ハイサンド首都を望む荒野で合流を果たす。荒野で。セレノアが考え出した作戦は最終局面を迎えようとしている。あと2話、第19話、神は仇砦。うわ、めっちゃいっぱいいる。ロラン様、フレデリカ、かベネディクト、ウォルフォート領の兵士とヘスグロストの兵士とローゼル族、そしてウォルフォートに集った全ての者たちを、皆困難な任務をよく果たしてくれた。完全進路が一番いい。本当の戦いはこれからだ。私たち全員の目的を達するその時までどうか力を尽くしてもらいたい。もちろんさ。当然だ。俺はお前が導く道の先を見たい。はい、あなたと共に歩き続けます。思いは皆同じです。ありがとうみんな。ではハイサンド首都攻略作戦について改めて確認しよう。やっぱラスボスは教皇様だね。最終目的は教皇宮の制圧です。しかし門を閉ざされたらどんな大軍も女神の盾に跳ね返されてしまう。それは歴史が証明していますが、わしが運んできた大金砲がその歴史を終わらせる。いやでもハイサンドもエルフリック使ってきたらどうすんの。女神の盾を打ち崩し、そこから首都の中に攻め込むのです。だが問題は大金砲の設置と発射準備に時間がかかることだ。敵の目をそらし時間を稼がねばならないわけだな。その役目はもちろん、はい、我らウォルフォート家が担います。女神の盾西側を攻め、ハイサンドの目と兵力を引きつけます。その間にスバローグ殿率いるエスフロスト軍は首都の南側で大金砲の発射を準備、用意が整い次第大金砲で女神の盾を破壊していただきたい。我々は西側の敵を倒した後、エスフロスト軍と合流、全軍で首都に突入します。東方支援はロゼリア商会が責任を持って担います。カーセル倒しちゃったし。一切承知した。セレノア様、俺たちも加勢しますよ。頼む。ゼロムたちローゼル族も戦える者は首都の北側東側で陽動を行ってほしい。ローゼル族の放棄によって首都は混乱しています。この戦いできっと決着がつけられるでしょう。戦が長引けば民が苦しむ。一気に終わらせよう。作戦は以上だ。各自準備を始めてくれ。セレノア様、決戦を前にして兵たちも緊張しているはず。声をかけていただければ士気も高まるでしょう。わかった、そうしよう。最後のね、あと2試合かな。ウォルフォート軍は
女神の盾西側に向かって進軍を開始、正攻法で首都に攻めかかる構えを見せた。この動きに対し、首都に帰還していたエグスアムは敗戦の雪辱を果たすべく残った兵力を集中させる。両軍の緊張が高まる中、大金砲を携えたスバローグラの一軍は密かに南側へと回り込み始めていた。はいはい、頼むよ、大金砲頼むよ。で、他部隊でこれだから一緒だよね。一周目でやったベネディクトルートとすごく似てる。あ、イグス様はまだ死んでないのか。そういえば知っての通り、ウォルホート家はハイサンドに対して反抗の兵を挙げた。偵察によれば間もなくこの首都西側に姿を現すはずだ。我らには腐敗の女神の盾がある。門を閉ざせば奴らを打ち返すことはたやすい。だが先のローゼル族の反乱、そして女神像破壊事件の黒幕もウォルホート家であることが判明した。うん、奴らの仕業だったのか。そうだよ。なんと罰当たりな、許せん。そうだ、許してはならぬ。恐れを知らぬハントどもに女神の力を思い知らすのだ。女神像を壊そうともその加護が尽きることはないのだと。我らはあえて打って出る。女神の剣となって、女神像は壊れとるってな。ハント・ウォルフォートに罰を。あ、この式なら負けはせん。ウォルフォート領での屈辱晴らさせてもらうぞ。イグさんはなんだかんだドラガンの若者の中では一番出てきたね。牢城ではなく野戦を挑んできたか。しかも指揮はエグサム殿。簡単に時間を稼げる相手ではないな。時間を稼ぐのが目的なのね。しかしこれは敵の目がここに集中している証拠。狙い通りではあります。そうね、エグサムがここに来てるっていうことはっていうことだよね。ハント・ウォルホート家よ、覚悟するがいい。今からこのエグスアムマーシャルが女神に代わって罰を与えてくれる。エグスアム殿、私はハイサンドの支配からノゼリアの民を解放するために立ち上がったのだ。あなたもハイサンドの支配に疑問を持っていたはずだ。新しいノゼリアを作るために手を取り合うことはできないだろうか。私は以前から気候を高く評価していた。気候がどんな世界を目指すのか興味もある。では共に力を合わせて。断る。エグス様は自分でやらなきゃいけないみたいな謎の理念を持ってんだよね。理由は一つだ。ウォルホート家は我が戦歴に敗北を刻んだ。私が頂点に立つためにはこの汚点を消さねばならない。意味わかんないな。世界や民より自分が大切だと。いやでもそれは一つの真実だよ。世界や民より自分が大事ってのは間違いないよ。結局自分ぐらいだもん。本当に自分で救えるのは。世界は救えない。世界を救うには自分の力だべだけじゃ無理だもん。進め、全力でエグサム軍を叩く。でも自分は自分で助けられるから。突撃せよ、ハントどもを消し出せ。だからエグス様が言ってることは別にそんなに間違ってるわけでもない。まあ基本そうよ、もう何事も間違ってること言ってる人なんてあんまいない。まあね、たまにわけわかんねえ悪人はいるのかもしれないけど。さあ、女神の盾攻略戦です。あと多分2試合だけだと思う。2戦だけだと思う。貴様を倒し私の力を示してみせる。
エグザム・マーシャル、大義よりも野心を取ったのか、あなたほどの男が。ならばここで決着をつける。みんな行くぞ。女神の盾に頼らず、私はウォルフォートに勝ってみせる。ノゼリアに名を轟かせ、新たな世を打ち立てるのは私だ。いや別に新たな領っていうのがいいかどうかも分からないじゃないですかね。悪く思うな。生まれ、おおいしい。セレノウォルフォート、お前さえ抜ければ、私が何ですか。いやいや、オッケー、全然楽勝だった。もうこのメンバーでいいな。よし、もうあとラストまであとちょっと。気をつけて、敵の増援です。なんだって。大金砲はまだ撃てないのか。もしや我らはエスフロストにはめられたのでは。そんなことないよ。ずるな。今ハイサンドを叩かねばエスフロストにも未来は。スバローグさん、そんなことしない。我々の利害は一致している。その通り。何よりスバローグ殿は約束を守る男だね。え、同じ未来を目指す仲間を信じ、今しばし耐えよう。増援を押し返せ。もう一回戦うってこと？イカチ大砲。スバローグ様、大金砲の発射準備が整いました。よし、ウォルフォート家が心配だ。すぐに撃つぞ。大金砲、照準を合わせ。目標、女神の盾。ね、もうカーンスリも倒してるし、エグザムも倒してるし、もうハイサンド、イドウと、なんだっけ、あの人、ライダーと、照準完了。もう一人変なやつ、エニグマみたいな人しかいないんじゃない。大金砲、撃てー。いいよ。でもまあさ、これはハイサンド側からしたらもうかわいそうよね。なんかみんなにいじめられて、ハイサンドの民から。ついに大金砲が発射され、まあ、鉄壁を誇った女神の盾を。民は殺さないか。増援を押し返したセレノアラはスバローグらエスフロスト軍と合流。崩れた南側城壁から首都内部へと突入した。ローゼル族の大放棄、女神像と女神の盾の最後の直前だよ。競技の根幹を文字通り壊されたハイサンドの民らにはもはや抵抗する気力は残っていない。民衆の不安と恐怖は彼らに教義を説き続けた教皇への怒りへと変わっていく。それは女神教、聖ハイサンド大教皇、女神のところがもう大炎上に変わってる。女神の像を壊したからね。神は言うこと聞かなくなってんだな。イドウ殿、この惨状の責任をどう取られるおつもりか。はて、惨状とは。はて、とぼけるな。ローゼル族は放棄し、エスフロストとグリンブルクは結託した。女神の盾も破壊され、首都内部に攻め込まれている。何より問題なのは、女神教の偽りが暴かれ、信徒たちが我らに不満と怒りを向けていることだ。
これが参上でなくてなんだ。落ち着きなさい。ハイサンドは負けませんよ、ライラ殿。いや、ジード一番やばいよな。なんか一番やばい。サイコパス感がある。我々が作り上げた真の女神の加護を示せば良いだけのことです。信徒たちに、そして愚かなハントどもに。教皇を出すつもりなのだな。教皇を出すつもりなんだな。